今回のプラチナ・シネマはハリーーポッターと秘密の部屋案内役は映画ソムリエの東さゆみそして8月のゲスト解説者に映画ライターの斎藤弘明さんをお迎えしてお送りします。 ハリーポッターと秘密の部屋二作目ですがよりキャラクターたちの個性が強くなってきましたよねそうですねハリーも十二歳になり、はいうん、ホグワーツ魔法魔術学校の二年目が描かれます、はい、ホグワーツの中にあるという秘密の部屋、うん、これは一体何なのかそれをめぐってミステリアスな物語が展開していくんですよ、はい 一作目との違いはどうお考えになられますか。そうですね。一作目では割とまあ魔法界とかホグワーツの状況を説明しなければいけなかったのが、うんね、今回はあまり状況を説明せず一、うん、つの物語として面白くなっているところが特徴ではないでしょうか。ダークな部分もちょっとずつ増えてきたと言いますか。そうですね。まあ、あのホグワーツの壁に血で文字が書かれていたり。えー 生徒が石になったり、はい、でも結構ユーモラスなシーンもあったりとかしてそのメリハリがとても素晴らしいですよ、ね、そうですすよよねねそうん、あの私も一度は夢見た空飛ぶ車あんなのあったらいいなと思いながらそうですねハリーがこうぶら下がるじゃないですか<ー>上空で、はいね、あんなアクションシーンを本当にやってるのかなと思ったら、えー、ダニエルは本当にやったと言って。 出ますね。これ実際に車にぶら下がって、はい、高さ7 8メートルの上空でこうスタントをしたということで、えー、結構まあ彼は得意げに言ってましたここんんなこともできたんだよってそして今回も注目のキャラクターがたくさん出てくると思うんですけども気になるキャラクターはいますかケネス・ブラナーが演じているギルデロイ・ロックハート先生じゃないでしょうか。 ちょっといけすかないといいけかかなうハリーの人気に乗じて自分もアピールしたりとか、はい、すすすごいい嫌なななやつじゃないででかそうなんですよねシェイクスピア俳優のイメージが私は強かったので、うん、ドジなギルデロイ・ロックハート先生をやってるのがまた意外でしたしローレンス・オリビエの再来とも言われる俳優さんがこういった役をやってくれるのもまた見どころだなと思いながら、うんうん、他の俳優がやったら本当にちょっとただの嫌みな役が彼がやることでこう人間味あふれる温かみがあったり。うん、そうなん,ですよ、ねなんかに めないね、そう感情移入できちゃうんですよね他にも気になるキャラクターはいますか屋敷しもべ妖精のドビーじゃないですかねはい基本あの全部 CG のキャラクターというのは彼が初めてですねこのシリーズはそうなんですねでもあの顔って似て似て,、ね、似てますよね似てますよロシアのプーチン大統領より <laughs> <laughs> もう出てきた時はあまりにも似てたので もうみんな言ってましたよね。訴訟問題が起こったらしくて、プ、えーはい、ーチン側から似てる似すぎだよってことでですかそ。そうなんですよ。まあそれはどこまで本当かどうかわからないんですが、えー、そういった噂も公開当時ありましたね。はい、そしてハリー・ポッターは全編を通して魔法生物ですとかクリーチャーがたくさん出てくると思うんですが、今回も。 マンドレイクという植物だったり、うん、バジリスクであったり、うん、アラゴクであったりいろんな生物たちが出てきますよねそうですね今回は特にクリーチャーがいっぱい出てくるので、はい、そこを見てもらうと楽しみも増すすと思いますね、はい、CG で描かれている部分もあるんですが、はい、基本「ハリー・ポッター」の場合は原寸大のモデルを使って俳優と共演させてますから、はい、役者の反応なんかもぜひ見てほしいですね。あとやっぱりトム・リドル 名前が出てきますよね,すね、はい、ある重要なキャラクターと関連していますし、はい、このトム・リドルという名前が非常に重要なんですね、うん、リドルっていうのは謎とか謎々謎,、はい、謎かけっていう意味がありますのでこの名前自体にちょっと謎がかけられている何も知らない人はあっと驚くそれでは皆さん週末は「ザ・シネマ」で輝く夜を